クイーンエリザベス級航空母艦は、イギリス海軍の航空母艦の艦級。ストブル方式の空母ながらも、満載排水量は6万トンを超えて、イギリス海軍史上最大の軍艦である。計画名は、CV 海建造単価は、約31億ポンド。第二次世界大戦で、ドイツ海軍の U ボートに苦しめられたイギリスは、戦後も、 艦隊航空戦力を重視した。第二次世界大戦中に建造、収益した空母の老朽化に伴い、1960年代には、クバ -0H9 が計画された。しかし、大英帝国の衰退に伴う財政難を受けて、当時現用のイーグルの排水量を超えることがないよう強い制約を受けており、また最終的に、 予算上の問題を克服できず、1966年にはキャンセルされた。これを受けて、空母を保管するヘリ空母として計画されていた護衛巡洋艦の機能充実が図られることになり、最終的にシーハリアー艦上戦闘機の運用に対応したインビンシブル急行空母艦として結実して、1980年より順次に3隻が収益した。 インビンシブル級は1982年のフォークランド紛争で活躍し、また湾岸戦争や普及の自由作戦、イラク戦争でも頻繁に実戦投入された。しかし2010年代には相次いで寒冷30年に達し退役の時期を迎えることが予測されていた。1980年代よりイギリス海軍ではクタールキ運用も考慮に入れた。 次世代空母の模索を進めており、1998年の戦略国防外観によって、正式に計画がスタートした。当初の計画名は CVSG、まもなく CV に変更され、最終的に CVF となった。1999年1月25日、ボーイング、ブリティッシュエアロスペース、ロッキード・マーティン、マルコーニエレクトロニック・システムズ、レーセオン、 トムソン CSF の6社が計画の事前調査に招かれた。このうち実際に応札したのは BAE とトムソン CSF であり、1999年11月23日、国防省防衛調達庁と詳細調査の契約を締結した。この時点では、現用の BAEC ハリアー艦上戦闘機の後継機が決まっていなかったことから、空母の設計も、 両者いずれも、カッタバーとストブルの双方とも対応できるように配慮しており、両論兵器方式と称された。その後、2002年9月末に環状期として、イマイナス 35B が選定され、以後はストブル案に一本化された。同年11月20日、両グループの最終設計案が提出され、選考は大詰めを迎えた。2002年末頃より、 タレス案の優勢が伝えられるようになった。しかし2003年に1月23日に開催された、ブレアッシュ賞、風雲国防省ブラウンゾー賞、ヒューイット貿易産業賞の会議で、イラク戦争への英物の政治的スタンスの違いや、国内増加産業育成、雇用推進の観点から、タレス社を主契約者とするわけにいかないと確認された。このことから、タレス社の案を採用しつつ、 主契約者は、米とする裏技がこの場で提案され、国防省から両者に打診された。この案は1月30日、議会で発表された。これを受けて、イギリス国防省と米システムズ、タレス有形者は、エアクラフトキャリア・アライアンス・コンソーシアムを結成、2005年には、バブコック・マリン社と VT グループも加わった。その後、2008年に VT グループの造船部門が、 ベイシステムズに売却されたことで、赤コンソーシアムの構成企業は3社となり、またタレス有形社はイギリスに造船所を持たないことから、おおむね設計面の関与にとどまり、実際の建造は、主として、バブコックマリン社とベイシステムズ社によって行われる、こととされた。ただし赤コンソーシアムに加盟していなくとも、直接、間接的に関与する企業は多く、 元受けの両者から受け負い契約を受けるティアに、そこからさらに下受けを受けるティア3があり、ティア2の企業だけでも、計96カ所の企業、工場が参加している。2002年11月に提出された原案をもとに、コストを低減した B 案が2003年9月に作成され、2003年12月には、さらに改定された D 案が作成された。 2003年11月には一番艦の艦名もクイーン・エリザベスと決定しており、2005年後半にはディアンをもとに最終案が作成された。当時、フランス海軍ではクレマン総級航空母艦の運用が終了し、稼働空母が原子力空母、シャルルド・ゴール一隻のみとなっていたことから、各燃料交換工事などで同艦が整備に入ると、 動かせる空母がなくなることが危惧されていた。このことから2002年、次期空母として建造計画が着手された。この計画に対し、DCNS 社はシャルルドゴールの拡大型といえる原子力空母案で応募したのに対し、タレス社は同グループが設計した CV 界設計のカッタバー案をもとにした案で応募した。選考を経て、DCN 社に タレス社が協力して設計を進めることになり2005年6月 CVF の D 案をベースにした設計案が提出されたそして2006年1月英仏両国が共通の設計によって空母を建造する覚書が取り交わされたこれに伴いフランス海軍の運用要求に準拠して CVF の設計も一部が修正されたしかし建造方式をめぐる 英仏の意見の相違や2012年フランス大統領選挙を受けた大統領交代に伴う方針変更もあって PA2 の建造決定は先送りされ2012年頃には立ち消えないし無期延期となってしまったロサイス造船一方イギリスでは2010年2月にクイーンエリザベスが寄港されて建造が開始されていたしかし経費の増大と 回マイナス 35B の開発遅延を受けて計画の修正が検討されることになった。まず環状機を回マイナス 35C に変更することになったが、すでに一番管の工事がある程度進捗していたことから二番管をカッタバー空母として設計変更することになった。しかし環状機の発注変更や管の設計変更などに関わる経費を試算したところ、 会 -35B の調達価格上昇よりさらに高くつく上に収益時期も大きく遅延することが判明した。このため2012年5月に再度計画が変更されて結局2番艦もイギリス仕様の会 -35B を搭載するストブル空母として建造されることになった。このカッタバー化検討とストブル空母への回帰のために1億ポンドが費やされた。 また、財政難を受けて、2隻建造をしても、1隻は予備役状態とする案や2番艦をインド海軍に売却する案なども提案され、そのまま2隻とも、イギリス海軍が運用できるかどうか疑問が、呈されていた時期もあったが、2015年には2隻ともに、イギリス海軍が、現役艦として運用することで落ち着いた。2010年代後半以降、イギリス政府要人が、 相次いで2020年代の同級のアジア、太平洋への派遣を明言している。イメージ図上記の検討の結果、本級はストブル空母としての設計を採用している。外見的な特徴として、アイランドが航海、作戦用と航空管制用の2つに分割して設置されており、高端性を確保するとともに、各アイランドに煙突を配置することで機関から排出される。 排気の通路を短縮し、旧排気系の軽量化と排炎の影響の軽減を達成している。インビンシブル級と比して大幅に大型化しているが、高度な自動化により、艦固有の乗員は600人台で15名程度の増加に止まっている。飛行艦パンカの主戦隊は急層の艦パンから構成されており、各艦パンの高さは最小3メートルと、 かなりの余裕が確保されている。選手部は大型商船に近いバルバスバウとされた。またインビンシブル級と同様、商船の建造技法が各方面に導入されているほか、構造面ではロイズ軍艦規則が広く適用されている。主船体は19の防水区画に区分されている。格納庫看板の下方には居住区画がある。470の小区画に区分され、 1600名分の寝台が設定されている。これには海兵隊250名分の居住施設も含まれており、こちらは飛行看板への連絡も考慮されている。居住区には映画室やフィットネス室が設けられている。中央より後方には調理区画と食堂4室があり、食堂のうち最大のものは1時間に960名に配食できる。 調理配食要員は47名である。またこれらと連続して医療区画があり、病室と手術室、しか治療室が設けられている。医療要員は11名である。また船底には弾薬庫が設けられているが、パレット方式の導入によって自動化、省力化が図られている。本級はブロック工法を採用しており、25個のブロックを7カ所の 造船所が分担して建造しており、ロサイスのバブコックマーリン社で最終的に組み立てられる計画とされた。船体は4つのセクションが、ポーツマス、ロサイス、バロー、グラスゴーで建造される。バブコック社のロサイスを除き、2008年以降は、ベイシステムズと VT グループの合併事業、BVT サーフェスフリートが受け負っている。最終組み立てを行うロサイスのドックでは、 これに対応した改修工事が行われた。なお本級はイギリス海軍史上最大の軍艦となる。このため、ポーツマス海軍基地にもデボンポート海軍基地にもあまりにも大型かつ過重な船体を収容できる艦ドックがなく、当面はハーランドウルフなど民間企業が保有するドックを頼らざるを得ず、ドックの拡張や新設は大幅な出費を強いられるという問題を抱えている。 本級は四十五型駆逐艦と同様の統合、全電気推進方式を採用しており、二機のガスタービン発電機と四機のディーゼル発電機が四機の推進電動機及び艦内サービスに電力を供給する。発電用のガスタービンエンジンには、当初は四十五型と同型のノースロップグラマン、ロールスロイス w r 二十一が検討されたが、出力面の問題から、 ロールスロイス社製マリン、トレント MT30 が採用された。これにより、本級は世界最大のガスタービン推進艦となる。これによって駆動される発電機の電気出力は35ムーである。なお、MT30 は、船体内ではなく上の張り出し部、アイランドの直下に一機ずつ収められている。ガスタービンエンジンが必要とする大容量の9排キロ。 その配置を容易にするためと考えられる。またディーゼルエンジンとしては、バルチラ 16V382 機と、バルチラ 12V382 機が搭載されている。本級の電気システムには、11KV60Hz の母線が4本あり、1本は、バルチラ 16V38 ディーゼル発電機2機、1本は、バルチラ 12V38 ディーゼル発電機2機、残り2本は、 それぞれ1機ずつの MT30 ガスタービン発電機と接続されている。MT30 と接続された母線の片方は、推進電動機2機と接続されている一方、もう片方は、推進電動機1機のみと接続されており、巡航タービンとしての性格を持たされているものと見られている。またバルチラ 16V38 と接続された母線も、推進電動機1機と接続されているのに対し、 バルチラ 12V38 と接続された母船は、推進電動機とは直接接続されておらず、管内サービスへの給電を主としているものと見られている。ただし母船間の接続を介して、こちらも、推進電動機への給電に用いることもできる。推進機としては、最初期の原案では、ポット式のアジマススラスターが検討されていたものの、結局、 コツバさ式の固定ピッチプロペラとなった。取り付け角度を調節できる組み立て式であり、排水量の経年増加に対応して効率が良い、プロペラピッチに適宜調整して使い続けることができる。それぞれの推進軸には直列に2機ずつの交流誘導電動機が配置されている。これはコンバーチーム社製の AIM 電動機であり、同社の VDM25000。 パルス幅変調コンバータと組み合わされて、インバータによる、可変電圧可変周波数制御を受ける。クイーン・エリザベスの、スキージャンプから発信する回マイナス 35B 発、着艦設備飛行乾板は、長さ277メートル幅73.0メートル、面積は約13000平方メートルで、ストブルヘリコプター両用の発着スポット5カ所と、 ヘリコプター専用の発着スポット1カ所が設定されている。蒸気の経緯により、本級ではストブル方式が採用されたことから、滑走レーンはインビンシブル級と同様、守備線と並行に設定されている。ただし、飛行甲板は左舷側に大きく張り出しており、将来的にアングルドデッキを設定して、カッタバーやストバー方式に対応することも可能と見られている。 滑走レーンの先端部、飛行甲板の左辺全部には13度の傾斜を持つスキージャンプ勾配が設けられている。回 35B はアフターバーナーを備え排気が高温になることからスキージャンプから160メートルの位置にブラストデフレクターが設けられることになっていたが実際には設けられなかった。なお本級では間型が大きく滑走レーンが長いことを活用して着艦の際に 垂直にではなく、斜めに加工する SRVL を行うこともある。これは60ノット程度の低速で前進しながら、完備方向からストレートインで進入、設置するもので、若干ながら前進速度をつけることで主翼が揚力を発揮できるようになり、より重い状態でも着艦できることから、並走を投棄せずに済むと期待されている。ただし設置後の制動は、 車輪ブレーキに依存するため、この方法を用いるのは、天候条件が良好な時に限られる。格納、補給エレベーターは、前後のアイランドの直後に1機ずつ減速式に設置されており、それぞれ階、回 35B を同時に2機昇降できる。なお本級は、イギリス海軍として、初めて、船体中心線上の機体移送用エレベーターを、持たず、かつ、 実際に完成した空母で右舷側にサイドエレベーターを設置した初の艦でもある。格納庫は前方アイランドの直下から後方に長さ163メートル幅29メートルが確保された。第2.3看板の2看板分の高さを確保しており、大部分ではアメリカ海軍の超大型空母よりもやや低い7.1メートル高だが、一部では 高さ9メートルと CH-53E のような大型ヘリコプターも収容可能となっている。標準的な合計搭載機数は約40機、20機を格納庫に収容するとされている。最大で24機を15分で発艦させ、24分で着艦させることができるとされており、装定数としては24時間に延べ110機、5日間に 延べ420機と予測されている。環状戦闘機としては、蒸気のような検討を経て、回マイナス 35B が選定された。ただし予算上の問題から、イギリス軍での回マイナス 35B の戦力化は、かなりゆっくりとした速度で進められることになっており、本級の収益には間に合わないことから、当初はアメリカ海兵隊から派遣された飛行隊が搭載されることになっている。 またこの際には輸送機としてメガボルトマイナス20にも展開することになっており当初はイギリス軍自身も同系機を調達することも検討されていたがこちらは差し当たり行わないことになった一方関西ヘリコプターはアグスタウェストランドマーリンを主力としており紹介型9機と早期警戒型3機が搭載されるまた コマンド母艦としての行動も想定されていることから、陸軍と空軍のアパッチアー1攻撃ヘリコプターやヌーク輸送ヘリコプターの搭載、運用も視野に入れて設計されている。主レーダーとして、全部アイランド上に1046型、副レーダーとして、後部アイランド上に997型と、いずれも3次元レーダーが搭載される。また航空艦西洋として、 SPN-720 生息侵入レーダーも搭載される。下機は近接防御用の機関銃に限定されており、ファランクスブロック1バイト20マッシュダブリュス3機と、DS-30M 30mm 単装機術4機を備えている。対戦兵器は持たないが、対魚雷用の2170型 SSTD は搭載された。ありがとうございます。